マジ？はい、どうもみさん、こんにちは、太陽です。今日もアークサバイバルエボルブズやっていきたいなと思います。で、今回はですね、まあ今まで、まあ、悲願であったアルゲンタビスをね、ちょっと捕まえに行こうかなと気合を入れております。本日のミッション、アルゲンタビスをデイムせよ。はい、まあこの表情をね、まあ見ていただければわかると思うんですけど、こう捕まえるぞという意志の表れがね、こう顔面に現れてますよね。うん、はいまあそんなことはさておき、装備の方はですね、まあ一応鉄装備で、なおかつ一応クロスボウと、今回ね、初めて使うんですけど、ライフルと、あと麻酔弾の方を持って、行きたいなと思います。で、アルゲンタビスどこでテイムするかなんですけど、まあ近くの肉食島でもいいんですが、一応ですね、雪山の方にですね、第二拠点をね、簡単なやつなんですけど、建設しまして、今回ね、そちらの近くの、ところで、捕まえてみようかなと思っております。第二拠点をですね、ここら辺に、まあ、第二拠点って言っても本当に豆腐ハウスなんですけど、まだね。まあ、第二拠点っていうか、まあ、なんでしょうね。まあ、まあ、狩りの小屋みたいな感じで、まだね、大きくするかどうかわかんないんですが、ここですね。ここに一応、ベッドとか置いて、まあ、仮に死んでもここで復活できるように、ちっちゃいね、ちょっと家を作りました。で、正面のね、雪山のそばに結構アルゲンタビスがいるんですけど、まあ何分狼やらマンモスやらね、毛深さいとかいろんな猛獣がいすぎて、心配事は絶えないんですけど、なんとかね、なってくれればなぁと思うんですが、で、アルゲンタビスも群れでいることも結構多いので、できる限りこう単品でいる子がいいんですけどね。まあ、都合よく行くかどうか、まあ、運次第といったところですね。あの子一匹だけいるか？近くにもう一匹いるな。この辺は猛獣がいっぱいいるはずなので、油断はできないんですけど、狼はね、多分複数いると思いますので、なんかいるな。あそこ狼いるじゃん。こっちにもいるな。ちょっとこっちの子にしてみよっかな。で、これできれば、まあ最初はね、レベル低くてもいいんですけど、いたいたいた、いた、ちょっと待って待って、マジ？マジかよ。ちょっと待て。いや、ないよな。
しょうがない、行くしかないな、これは気合で行くしかない。よし、ちょっと待って、よし、これもうすでにやばいな。ちょっと一旦今テイム入ったんじゃないか、もしかして。よし急げ、いるいるいる、早めに早めにお肉入れて。これレベル何本？55レベル。いやありじゃないか。お、終わってる終わってる、いくぞ。よし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 、よし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 、いいよ、なんていい子なんだ。よし、やっと来たやっと来た。よしよし、頑張れ頑張れ。よかったー、いや、ほんと雪山まで来た甲斐があった。で、ここら辺に着地できるかな、こいつ。いけたいけた、ちょっと待って。で、一応無抵抗にしといて、よし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 。で、スピードは触れないのか、ちょっとスタミナ、で、サドルつけて、あれ？ん？あ、サドル、あれ？サドルつけて、よーし、いいじゃん。おー、いいねー。ふさふさしてる。この毛の感じ、ふさ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 、めっちゃかわいい。ちょっと待って、おーい、空の仲間ができたぞ。後輩だよ後輩、アルゲンタビス、いいっすね、いいじゃんいいじゃん。スタミナ上げよう。よしよしよし、いいぞいいぞ。よし、そしたら家に帰るかね。ご飯食べて、ちょっと待てよ、こっちも一旦お肉焼けてるから火消して、
ここに入れといてあげよう。よいしょ。よいしょ。で、これ外しといて、こっちにして。よし。よーし、帰るぞ。で、この子は、にしといて、で、この子に乗る。おっそ。アルゲンタビスこんな遅くなった？ただスピードは触れないと。しょうがないよね。前はね、アルゲンタビス結構スピード上げれば速かったんですけど、あ、こんな感じになっちゃったんだ。どう？あ、いいですね。あー、かわいい。おーおお、いいじゃんいいじゃん。ちょっと待てよ。よし。そしたら、ほい。で、プテラを収納して。はい。ってなわけでですね、まあ、今回は、まあ、念願のね、アルゲンタビス、テームできたんですけども、いや、本当にギリギリだった。かなりね、まあ、大きなワシというか、感じなんですけども、まあ、この子ね、もともとは、まあ、スピードはね、まあ、そこまで速くないんですけども、まあ、スタミナがね、多めの鳥さんで、なおかつね、あと近接攻撃とかも、まあ、高い、子なので、まあ、結構ね、まあ、昔から有能されてる子なんですけども、まあ、最近のね、アップデートで、まあ、素早さが上げられないという感じになってから、まあ、スピードはね、そこまで出なくなってしまったんですけども、まあ、それでもね、まあ、かなりいい子だと思います。で、いろんなね、まあ、色あると思うんですけど、今回の色は、まあ、グリーンっぽい感じですね。非常に可愛らしい。なんで、まあそうですね、近場はプテラでもいいんですけども、長旅になったらね、このアルゲンタビスが役に立つかなって思いますので、まあ今後にね、活躍に期待したいなと思います。はい。まあ、てなわけでですね、今回はアルゲンタビスをテーマでいきましたといったところで、この辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。